はい、えー、ドラゴン流ー,ーです、えー、ただいまコロナの療養生活に入っております、えー、まず最初どうなったかというとですねこのような市販で売られている、えー、コロナ検査キット抗原検査キットでこういう陽性反応が出たんですねでこれはいかんということで体温を測るとですね、えー、37度ぐらいありまして、えー、まあ 最寄りの、えー、病院の方で PCR 検査を受けてですね、えー、受けたらこの,このようなですね、まあ、陽性反応が出たわけですね。で、まあ、保健所の方に問い合わせをしてですね、まあ、保健所の方から、えーまあ、自宅療養もしくはホテル療養を選択してくださいといった形が取られます。で私はこう自宅療養を選びました。 でですね、こういったまあ消毒、えー、スポーツドリンクやあのこういったあの簡易的な食料などはま用意してたんですけれども、えー、まあ、皆さんもですね、そういったものを購入しておいた方がよろしいかと思いますね。まあ、中でもですね、このような、えー、ゼリー、まあ、非常に役に立ちますね。発生当初は、えー、濃度を えー、鼻水とね喉が、まあ、結構イガイガになるので、まあ、食事等があまりうまく取れなくなりますね、まあ、このようなゼリーを買っとくことで非常に効果的な、えー、療養生活が送れますこれ皆さんにぜひ、ね、備蓄しておくようにお勧めしますはいえー、っとですねで、えー、まあそうなるとですね えー、療養生活に入る前に、えー、厚生労働省の方でこのハーシスというものを、まあ、携帯の、えー、アプリの方に入れてくださいとあとココアってというものがあるんですけれども、まあ、携帯の,その発信情報源ですねそういった媒体を、えー、アプリをダウンロードして、まあ、厚生労働省と保健所の方で、えー、私の症状を管理していくというこういうものを入れていく形になります。 でえー、送られてきたこの、えー、パルスオキシメーター温度計、まあ、そういったものもあるんですけれども、まあえー、こういったねパルスオキシメーターなんかはこういった、あのー、佐川の封筒で、まあえー、送られてくるんですけれどもあと、まあ、支援物資等も、えー、佐川で送られてきたんですけれども、まあ、都道府県によってはね 受け取れるところと受け取れないところがあると思うので、まあ、私のところはたまたま運がよく受け取れる形になりましたまあ、えー、こういったですね、えー、まあケア班からの、えー、毎日こう連絡があってですね症状どうですかと、まあ、そういった形で、えー、看護師さんからの毎日ケアも 行いつつ、用生活に備えてますぜひですね、えー、皆さんもコロナにならないように、えー、うがええー、手洗いですねまあ、えー、そういったことを怠らないようにしていっていただけたらと思います最後に言いますけどこれをねちょっと皆さんにも言いますけどこれだけはね備蓄しといてもらうように よろしくお願いします。はい。では、えー、以上となります。また、よろしくお願いします。